セッション参加の心、まあ、最初の頃はもうボロボロじゃないですか。だから、うん、まあ、荒川くんの場合あれか。あの、先輩とかとセッションすることが多かった。そうですね。うん、はい。僕は学生の時は多分、ヤムセッションとか全然行ったことなかったですね。ああ、そのお店でやってるやつはね。え、卒業してから結構行った？いや、もう僕は結構もういきなりホストお願いします、ね。あホストの方にある。はい。あ、そうか、後藤くんとか、あの辺、こう、みんな、お願いされて。そうそう、うん。加藤大地さんとか。ああ、なるほど。うん。あとは、長谷川郎さんが、まだ名古屋にいた時期だから。あ、そうか、そうか。僕が卒業した時は。うん、なるほど。その時に、うん、郎さんに誘われて、スイングのセッション。うん。まあ、セッションなんか行くと、やっぱり曲を覚えるからね。特に、ホストなんかやってたら絶対ね、曲を覚えてなきゃいけないし。うん。曲を覚えるのなんかポイントとかあったんですか？なんかそういうのは。そうですね。まあ、僕の持論ですけど、50曲まず頑張って覚えたら、50曲あとはスムーズに覚えていけます。うん。なんかこう、僕いつも思うんだけど、俺もやっぱり最初はやっぱり100曲って言われたから、うん、なんかその、みんな悩んでる時、悩んでる人で相談を受けると、だいたいみんなどれぐらい曲覚えてるっていうと、まあ5曲いかない人が多いんですよね。うん、それは、一番その、歯がゆい時期だよね、それってね。だから、もうとにかくこう、1ヶ月2ヶ月集中してでもいいから、まあ半年でもいいから、集中してやっぱ50曲とか100曲の単位で、もう暗記しちゃうってことだよね、やっぱり。うん、そうですね。12キーとかそういうのは、やっぱりその、それよりもあった方がいいと思いますよ。うん。でも全曲12キーとか無理だと思うから、なんかその、12キーでやる練習と、なんかまたとりあえず曲を覚える練習と、なんか別個って感じ。いやでもなんか、なぐせさんが言ってたのかな確か。なんか、その、うん、その曲の、覚えたい曲の、半音上と半音下のキーができるようになれば、その曲は覚えれる。おー。あ、なるほどなぁと思う。あ、まあそうだよね。半音上と半音、半音上と半音下一番難しいあたりだもんね。そうです。で、うん、そこで、そのコード進行の流れとかがつかめるようになってれば、もうその曲は覚えてるだ。うん、あー、なるほど。うん。じゃあ12個全部丁寧にやるよりは、まあ、いろんな曲やっていくとキーはいろいろ出てくるし、その、なんかその、がっちり覚えた曲はそのキーの半音上と半音下をちょっとトライしていくっていう。あ、これ面白いですね。なかなか。うん、12キーやるってなるとキーが遠くなるけど、とりあえずその、覚えたいキーの半音上と半音下両方覚えつつ、3つのキーで覚えつつ、50曲覚えたら、この辺までいったらもうほとんど無敵だよね。そうですね。もうだから頭の作りができると思うんで、そこまで来てたら。うんあとはもう流れで覚えていきます、ね。うんうんうん。覚え方のコツみたいなのが自分の中で掴めてくる。ああ。人によっても違うだろうけど、それぐらい覚えると自分のもう持論ができちゃうみたいな感じ。そうですね。じゃあぜひ50曲頑張っていただきたいってことですね。大体みんなそう、本当に、絶対的曲数がもう少なすぎて、で、その、曲を覚えるって言っても、あれじゃん、やっぱコード進行ちょっと違ったり、もうバージョンによって違ったりするじゃん。そうですね。はい、で、曲ごとにこう決めとかあったりとかするし、まあ黒本の1とかだったら譜面まあまずもらわなくても、だいたいキー、もう決めとかもリズムのパターンもだいたい覚えてるし、まあドラムの場合簡単だからリズムのパターンと決めぐらいだからさ覚えるの。ベースとかもコード進行全部覚えてみたいな感じで大変だと思うんだけど。でもやっぱり覚えてるっていうか、この曲はここにはこの決めが来るとか、なんかそういうこう曲にまつわるっていうのはやっぱあるもんね。そうですね。黒本だと237曲だったかなんかだったんで、まず黒本1全部覚えちゃえば、みんなだからその、なんか黒本行くと知らん曲ばっかり出てきてとか言うから、いや、全部覚えれいじゃんって思うけどね。普通。まあ、プロやってたら大体みんな1ぐらいは全部覚えてる。まあ、数曲ちょっと確認しなきゃいけないのはあったとしても。って感じだよね。だから、絶対的な曲数が少ない気がする。はい、まあ、器楽の場合。コードって、そんな、ね、パターン多くないんで。うんうん。なんか、そのコード進行のサウンドを覚えてしまえばもう、うんうん。まあ、本当に流れ作業で。そうなんだよね。どんどんできますから、ね。俺もじゃあ、すごく弾けるかったら弾ける。まあ、ちょっとわかるぐらいだけど、なんかこう、曲聴いてると、比較的、他の楽器の人よりも早くこの曲何か分かるんだって。だからイントロとか何やってるか分かんない時に、これ何って聞かれたら、
フライミツザムじゃないとか、女クリアでじゃないとか、意外とよくわかるというか、なんか、ハーモニーの流れみたいな感じだよね、確かに。うん、そうですね、うん。あ、なんか鼻歌でこれこの曲歌えるなって、これなんだっけっていう感じになってくるもんね、うん。確かにそうですね。はい。じゃあ、最後の質問ですが、上達のポイントとしてはですね、ジャズを始めたばっかりの自分に今自分が言ってあげたいこと。難しいっすね。うん。なんか、最初の頃って俺もそうだけど、すごく瞑想するじゃん。なんかこう、例えばこう、セッションのこう曲とかも、なんかジャズは、こう、アドリブの音楽だから、曲なんか覚えなくていいっていう情報とかも入ってくるわけじゃん。で、俺なんかもやっぱ先輩がそういう風に言ってる人もいっぱいいたわけ。だから、その曲とかコピーとかすると自分が見失われるからやらない方がいいとか。だからそういうこう情報も。で、どれも大体そういう情報ってそうだけど、楽ちんになるような、感じだけど、それはものすごいコピーした人が言うセリフであって、コピーした人がない人がそれを言っちゃうと、なんかこう、がすごい薄い感じがするし、そもそもコピーって本を読むのと一緒だから、本を読んだら自分がなくなるなんてことは絶対ないわけだし、うん、どんだけその本を読んでもその人にはならないしね、うん。そうですね。その曲をどんだけその音源通り弾いてもその人っぽくならないから、それとはまたちょっと話が別個じゃん、みたいな。だからその、いろんな情報があまたある中で、なんかこう、なんか悩んだ、なんか自分がそういうこと言われて、あ、このなんか、悩んだとかいうのがあったとしたら、その過去の自分に言ってあげたいことっていうのは何でしょうみたいな感じ。多分やっぱその、僕は黒田さんと違って、うん、その、こう、名古屋音楽大学っていうところに入って、うん、もう周りにすごい黒田さんはじめとして、うん、この素晴らしい指導者がたくさんいたわけです。うん、そんなに悩まかな、あ、そか。聞きゃすぐ答えが出るし、みたいな。そう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 。みんなが、その先生方がいろいろ教えてくれたりとかするし、うん、次自分が何をすればいいかとかも、なんかこう、自分の手の届かないちょっと上のところを教えてくれたりとかして、やっぱそういうことに夢中でこうずっとやってきたから、うん、そういう悩みみたいなのは特になかったんです。ああ、それはすごくいい環境だったね。じゃあ、あまり迷わず。そうですね。だからまた、強いて言うなら、やっぱその、先生たち以外の人たちの演奏をもっと聞くべきだったなと思います、ね。やっぱり僕は結構引きこもりがちで、その名古屋音楽大学からあまり外に出なかったんで、うん、学生の頃はその先生方以外の演奏っていうのをあまり聞かなかったんですよ、うん。だから、そういう意味でもうちょっといろんな、もうやっぱ全然違うタイプの人たちいるわけで、うん、の中ではこういう人たちをもっと経験しておくべきだったっていうのはちょっと、後悔してますね。なるほど。まあ、で、実際レジェンドどんどんなくなっていっちゃったもんね。なんか。そうですね。うん、いや、さっき、この間、成瀬くんと喋ってた時も、まあ、俺らの場合はさ、荒川くんもそうだけど、こう、佐山さんがいたじゃん、佐山正宏さんが。はい、まあ、うちの大学の客員教授で、しょっちゅう来てくれたけど、あの人なんかはさ、本当にジャズを愛してる人だったから、ライブ、必ずこう、ライブ夜中見に行ってたりとかしてて、で、お酒飲みながらライブ見るのが好きで、みたいな。ああいう感じって俺は若い時はやっぱできなくて、お金もないし、時間も結局、時間ないっていうのは本当はだから、ちゃんと管理してないだけなんだけど、結局時間ないお金ないで、結局人のライブ俺もあんまり見に行かなかった。最近逆にまあ、ちょっとコロナになる前の頃にすごく、なんか、毎月1、2回は人のライブ見に行ってたので。はいはい。いいね、やっぱり。すごくいいね。うん、なんか、普通にリスナーとして楽しむっていうのはすごい。あとまあ IAJE っていうやつとかアメリカのやつのコンサートいろいろ巡りとか、まあジャズフェスがあるとアメリカ行ってみたりとかしていろんなライブはすっごいたくさん見たから、そういうのやっぱ大事だよね。やっぱ自分は演奏家というよりかはリスナーとしてもジャズが好きだから、いいライブ見に行くのすごい好きだったしね、こう。あれ荒川一緒に行かなかったっけクリス・デイブが来た時にみんなで車で行ったんだけど、あれ、日陰さんも行ってないです。行ってないね。天野も一緒にいて、みんなで行って、みたいな。で、そうですね。すんごいめっちゃ楽しかったけどね。あかねちゃんとか、中垣あかねちゃんとみんなで車で乗って行って、めっちゃ楽しかったけど、なんか、すごい、なんか、エレベーで、なんか、
全然違うテンポで叩いてるのに、キメだけピタッて合うみたいなやつがやってて、すぐ、これなんか適当にやってんじゃないのと思ったんだけど、なんか、向かっていくみたいな感じとかね。あと僕、ポール・モちゃん死ぬ前に、佐山さんとニューヨークで見たんだけど、ポール・モチアンバンドってさ、ドラマーじゃん。さぞかしいろんな、こう、キメの曲とか、エヴァンスの曲とかやるのかなと思ったら、全曲オリジナルの全曲ルバート。全曲ルバート、全編ルバート。すごいですね。でもなんか全然違うリズムが急に始まったと思ったら、何秒間後にピタッて合ってたりとかして、んでみんな離れてってっていうのが繰り返されるみたい。これなんの？すごいですね。で、ニューヨークだ、そのビレッジヴァンガードで見たんだけど、そうすると、なんかコアなおばさんみたいな人が見てきてて、で、ちゃんとポール・モーチャンとこ行って、こういうところが素晴らしくて、こういうところをすごく自分は今日キャッチできたと思うのがありがとうって言って帰ってって、こんな難しい音楽をこうやってキャッチしてくれる一般の人がいるっていうのはすごい文化性を高く感じて、あれはちょっと感動的だったかな。だって日本じゃ見向きもされないような難しいことをやってて、でもそれなりにお客さんが2、30人ちゃんと入ってて、お客さんの拍手するポイントとかもすごいもう的をついてて、これ一般の人は普通分からないレベルの、なんかもう下手すると本当ピカソの絵みたいな感じで、なんか音楽だから、あれは確かにでも見れてよかったなって感じかな。なんか俺はあのところリズムの理論を考え始めた時、なんかルバートっていうのは究極のインテンポだと気づき始めてた頃だから、でも今日の演奏はどういう風に説明してか分かんないって言ったんだけど、ゴー君に言わせてみれば、いや普通じゃんとか、アプローチ普通だよとか、スタンダードと一緒じゃんとか言われて、どう一緒なんだろうまあだいぶ先を言ってる人です。まあでも確かに人のライブ見るっていいよね。そんな感じで、まああとはなんかこう最近じゃかやっぱジャズベース行くときに一番最初に今日ちょっとなんか用意してもらったなんかベースラインのやつ。はいはい。なんかこうせっかくだから共有しようか。はい。これだと、まあ、2516みたいな感じかな。6度7みたいな感じ。そうですね。よく行く形で、これはもう全部ルートだけか。最初。はい、最初の。そうですね。で、ルート5度、ルート5度みたいな感じ。そうですね。ルート5度。で、ここはルート5度に行って、次のアプローチノートっていうか、半音。上からアプローチして。4拍目にアプローチノートが入ってくる。まあ、シメジャーのところは半音下から。そこが下から上がってくるね。だから、次のルートの半音上とか下に、ここに、のやつをアプローチノートっていうから、こう、ルート5度アプローチノート、ルート5度アプローチノートでベースライン組むといいよ、みたいな感じ。この、今ここですね。ここの話だよね。はい、これは、ルート135アプローチノート。そうですね。そういう感じ。135。要は、まあ、コードトーンの、ドミソアプローチノート、ドミソアプローチノートって感じかな。そう、右上に、書いてありますけど、基本的に、その1拍目と3拍目に、うん、1拍目にルートが来て、ルートが来て、で、3拍目に、5度が来て、コードと何かしらが来て、こうやって、2、4拍目にどういうアプローチで、そこに繋げていくかっていう。ああ、なるほど、なるほど。最初のうちはもうこれ、重複しちゃっていいけど、まあ、いけたら3度行ったりとか。だんだん、そう。最初は 4拍目にアプローチ、どういうアプローチをするか。で、これ。次が2拍目はどういうアプローチするか。2拍目どういうふうにアプローチするかって感じ。3拍目が3度に行くって感じね。1133、1133になってるね、これは。そうです。はい。で、113アプローチ、113アプローチの音で、で、これは、153かな。153と。G7 のところは193。193、ああ、なるほどね。ここ9になってるのね。そう、スケールで上昇して、アプローチしていくっていう感じね。だんだんこういう風になっていくっていう形で、作ってもらったってことですね。はい。はい。ありがとう。お盆に、僕が、出す動画のプレゼントの対象にさせていただくのと、あと、僕が、うちのコミュニティとかでよく使ってるやつの、Mac the Knife のやつの、これで、だから今みたいにだんだん、段階ごとにやっぱりこう、いろいろ自分が何してるか、なんか適当に弾くんじゃなくて、ちゃんと自分でコントロールして弾くためには、最初は、
あんまり選択肢が多くなくない方がよくて、だんだん選択肢が増えてくるって形にするっていうのが、まあ僕のドラムも全部そうなってて、まずは四分音符だけでキープできたら、まずはみんなが気持ちよくなるから、そこからなんか足していく、足していく、足していくっていうか、で、最初のうちは大まかに俺はこう、ドラムの場合は、その、なんていうか、パターンをいくつか選ぶっていう形にするんだけど、最終的には一拍とかの単位で、こう、アプローチしていかなきゃいけないんで、みたいな形で自分は考えて、俺、レベル1が、もう、決め打ち。リズムパターン2つぐらいしか、1つか2つしかなくて。で、2になってくると、まあ、いろいろこう、この、その、A メロのとこはここ、B メロのとこはここ、みたいな感じでちゃんと変えていけるようになって、で、なんかその次になってくると一拍ごとでちゃんとこう、一拍小節ごとでちゃんとこうアプローチしていって、最終的には一拍とか細かい単位でこう相手の音にアプローチしていくっていうふうにするんだけど、ベースもまあ似てるのかな、そういう。最初は今みたいに。うん、やっぱり大事な音っていうのはあって、それはまあベースだから、その一番やっぱ低い音でルートを表現してあげるっていうのが根底にあって、うん、そこからどうやってコードを表現するか、もしくは次のコードにどうやって流れていくかっていうのを、うん、ベースラインでこう組み立てていく。ね。なので、だからレベル1だと多分今みたいな感じの、その、ルートとコードとアプローチの音ぐらいまでで、みたいな、だんだんこう、アプローチの音増えていって、みたいな。で、自由にやっていくっていうのを、まあ、その、ベースラインだから、タブ譜もパッとできるんだっけ？フィナーレだと。あ、できますよ。うん。じゃあ、タブ譜もつけていただいて、はい、そしたらそれを弾けば、ジャズっぽいことができるということで、あの、その曲、マック・ザ・ナイフだと、セッションでこの曲だと弾けますっていう風にできるんじゃないかなと思うんで、それと、ベースのマイナスワン音源も、まあ、プレゼントという形で、やらせていただきたいなと思いますので、はい。いろいろ作ってくださってありがとうございます。どっかで作ったわけです。どっかで作ったわけはい、ありがとう、はい。そんな感じで、じゃあまあライブとしては名古屋でね自分のリーダーライブもやってくるってことで、はい、ぜひ見に行ってあげていただきたい。詳細欄の方に書いておきますので、今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。